開催4日目注目3つの準優勝戦はまずは人気の決着で幕を開けました水面は2つ目の準優勝戦で第11レースです6艇バック側定番順に123456と並んでどうやら枠なり侵入でしょうか競技水面の風ですがバック側からホーム側の横風ないし向かい風が時々吹いております現在風速は4メー,ター1号艇、久田武史 予選得点率はトップタイ惜しくも着順差で予選は2位でしたがここはもちろん人気で速攻なるか1号艇の久田武史、イン2号艇村松修司今年5回目の優勝戦進出なるか3号艇三浦圭太こちらも今年5回目の優勝戦進出がかかります4角4号艇桜本歩今日前半レースフライングで焦点競争除外ここ2着以上でも優勝戦には進めません 5号艇岡本武史、びわ湖14年ぶりの優勝戦進出なるか6号艇若狭奈美子直前、琵琶湖大賞 V エンジンで波乱を巻き起こすか3対3の枠り2つ目の準優勝戦第11レースインコースから1番、2番、3番、ダッシュ4番、5番、6番です。秒前 スタートししまた。好スタートは二コース、2号手の村松修司、トップスタートを放った、一号手、たども十分なスタートが 1−1 マーク、逃げる1号手を三号手、三浦圭太がまくって攻める、内を切り込んで二号手、村松、後方から四番、五番、六番、追走バックステッチ、さあ、トップ争いは二号手、一号手、三号手が固まって、なんとか引線から踏ん張った、先頭は一号手、久田武史、さあ、2番争いは焦点で三点が並んだ、四号手、二号手、三号手、後方、五番と六番です、一周にマークスタートは正常さあ、四号手、二号手が絡んで、アクシデントがありました。 上位体系が1番、3番、5番でホーム直線コース1周にマークでアクセントがありましたなお2号艇が失格2号艇が失格です五手の競争2周目のバックステッチ先頭は1号艇、久田武2番手は3号艇、三浦圭太3番手は5号艇、岡本武上部の3人が1番、3番、5番後方6号艇、最後方が4号艇レースは2周目にマーク 自己艇とレスキューがあります確定慎重にターンマークを構想します先頭1号艇因線から踏ん張った1号艇久田武史2番手は3号艇三浦圭太5号艇岡本武史が3番手1番3番5番後方6号艇若狭最後方4号艇桜本5番手レースは最終集会に入っております1周2マークでアクシデントがありました2号艇が失格2号艇が失格後手の競争最後のバックステッチ 先頭1号艇、久田今年は2回目琵琶湖は11年ぶりの優勝戦進出が目の前です2番手は3号艇三浦圭太今年5回目の優勝戦進出が目の前3番手は5号艇1番3番5番ここも自己艇の外を確定が慎重に構想1号艇3号艇5号艇後方は6番4番です11レース準優勝戦アクセントがあってまもなくゴール先頭1番、久田五輪3番三浦圭太五輪 5番、6番、最高峰5番手、4番がゴールインです。以上、第11レース準優勝戦でした。